皆さん、ご通行中の皆さん、お集まりの皆さん、こんばんは。私は日本共産党から東京9区小選挙区候補として立候補しております原純子です。全力で頑張って頑張って頑張り抜いて走り回ってきました。私、小選挙区候補の原純子、自民党政治ときっぱりと対決して頑張ります。私を国政に送り出してください。お願い申し上げます。ありがとうございます。安倍暴走政治に対する怒り、本当にたくさんの方がお声かけくださいました。もう自民党には期待しない、自民党ではダメだ、共産党もっともっと大きくなれ、共産党入れてきたよ、原さん頑張れ、たくさんの方がお声かけくださいました。私本当に励まされながら、もっともっと共産党大きくならなきゃいけないんだと、本当に身の引き締まる思いでこの選挙戦戦ってきました。皆さん、安倍さんがやっている政治が私たちの思い願いと全く違う方向を向いているではないですか。私たちの手に本当にこの政治を取り戻していこうでありませんか。この政治を変えるチャンスなんです。皆さん、一票一票に本当に思いを込めて投じていこうでありませんか。この安倍暴走政治、私はどうしても一番目に言いたいことは原発の問題です。原発推進なんてことでしょうか。あの福島の悲劇はまだ何も終わっていないんです。事故の原因究明すらまだ始まっていないんです。皆さん、私は原発のなくそうと仲間たちとともに活動してきました。私はこの原発について忘れられない光景の思いがあります。それは311後に練馬区が福島からの避難の方を受け入れた時期がありました。光が丘の第二小学校の跡地を使って避難の方たちを過ごせるように整備をしました。その時に私もその支援で交流に行きました。3歳の男の子とお母さんと仲良くなりました。その子に差し入れを持って行ったんですが、その子は向こうでは幼稚園に通っていたんですが、こちらではお母さんと離れられない、お母さんもお子さんを離せない、そんな不安定な状況でした。そしてよく泣いていました。私が差し入れに行った時もわんわん泣いていて、もう10分以上泣いていて、そしてお家に帰りたいよって泣いていました。お母さんはなだめたりすかしたりいろいろ怒ったりしていましたが、そのうち途方に暮れてつぶやきました。私だって帰りたいよって。私本当になんでこのお母さん、この子がこんな思いしなきゃいけないんだろうって思いました。その方は南相馬市に住んでいて、2年前に新築した家があるそうです。でも帰れないって言ってました。そのうち仮設住宅にあたって福島市の方に行かれましたけれども、本当にこの光景私は忘れられません。私はなんでこの人たちがこんなに苦しまなきゃいけないのか、ずっと考え続けてきました。私も考えながら何かしなければならないと官邸前に行き、コールに参加しました。そして放射能の測定運動に参加したり、学習会に参加したり、福島の保養の活動に参加したりしながら仲間と一緒に考えてきました。やはり原発は人類とは共存できないと私は強く強く考えるものです。福島の悲劇を繰り返してはなりませんよね。皆さん、原発なくしましょう。稼働ゼロの状態が1年と2ヶ月続いているんです。やってこれたではありませんか。このまま廃炉の道へ進んでいきましょう。再生可能エネルギーへの大きな転換を図るため、原発なくす方針をこの日本の政治できちんと立てるために、
私を国政に送り出してください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。皆さん、金権腐敗への怒り、多くの国民の声です。街角でたくさんの方が声をかけてくださいます。政党助成金ひどいね、あれは。企業献金もらってるやつが悪いことするんだ、そういうふうに私に声をかけてくださいました。本当にそうですよね。企業献金をたくさんもらった政治家がそのお返しのように大企業を優遇税制をする、こんな持ちつ持たれつの関係やめさせませんか。そして政党助成金、何ですかあれは。国民の税金を勝手に横取りして自分たちのことに使う、政党助成金は絶対にいけないです。なくしましょう。身を切る改革というなら、まず政党助成金を廃止していこうではありませんか。皆さん、そんなことをやっておいて、国民には弱い者いじめ、痛みを押し付ける消費税増税、そして年金引き下げ、お金がなければ医療にかかれないような事態、本当にひどくありませんか。私は社会保障、社会福祉しっかりと充実させる、そういう政治に根本から切り替えてまいります。まず消費税の 10% への引き上げ断念をさせてまいります。これ以上の引き上げ絶対に許しません。そして年金の引き下げ、医療費の負担の増、介護サービスの切り捨て、これにきっぱりとメスを入れていきます。そして雇用破壊が進んでいる中で、雇用は正規が当たり前の社会を、若者が人並みに暮らせる賃金保障、自立でき人生設計ができる賃金の保障をしてまいります。ブラック企業なくしてまいります。平さんが日本共産党参議院選挙で当選した、その力で共産党はブラック企業規制法案を国会に提出できましたね。皆さん、厚生労働省を大きく動かし、4000社以上の労基法違反の会社を是正させてきたんです。日本共産党が伸びれば政治は大きく前進するんです。ご一緒に政治を変えてまいりましょう。ありがとうございます。そして私は3児の母として絶対にやりたいことは、子育て、子ども子育ての支援です。一人ぼっちのお母さんを作らせない、そして保育園の増設、学童クラブの増設をしっかりさせてまいります。高い学費、教育費の高校大学までの無償化は世界の流れです。私はこれ日本でもできると思います。一歩一歩やってまいります。奨学金の無利子化、給付型の奨学金の創設、これを実現し、学生が学びに集中できるよう、そして社会人になってからたくさんの借金を背負ってのスタートにならないように、私は頑張っていきます。子どもたちの全ての国民の教育を受ける権利を守る社会を作ってまいります。ありがとうございます。私を国政に送り出してください。お願い申し上げます。ありがとうございます。皆さん、私は障害児の保育をしてきた保育士です。障害を持っていても持っていなくても、子どもたちは一人一人違ってキラキラと輝いていて、本当に素晴らしい。子どもは社会の宝ですね。この子どもたちに手渡す社会、本当に心配です。子どもの未来を奪われかねない戦争できる国づくり、これにはきっぱりと断ち切っていこうではありませんか。戦争をしないと誓った国、平和憲法を今こそ高く掲げ、集団的自衛権行使撤回、特定秘密保護法撤回を勝ち取っていこうではありませんか。ありがとうございます。私の母たちの世代は戦争に傷つき、青春時代を奪われ、本当に大変な時代を送ってきた人たちです。その平和への強い思いを
私たちの世代が受け継ぎ、そして子どもたちに受け継いでいこうではありませんか。皆さん、創立92年日本共産党は戦争に一貫して反対し、平和を貫いてきた党です。誇りある党です。皆さん、どうぞ日本共産党を大きく躍進させてください。政治を大きく変えてまいりましょう。比例では日本共産党、そして小選挙区では私原純子。どうぞ皆さん、日本共産党の議席を一つでも多く勝ち取らせてください。心からお願い申し上げます。私原純子、投票箱の蓋が閉まるまで、最後の最後まで一人二人三人と訴えてまいります。心の底からこの叫びのような声を伝えていきたい。皆さん、どうぞご一緒にお願い申し上げます。最後の最後までお力添えお願い申し上げまして、私のこの場所からの最後の訴えとさせていただきます。全力で最後の最後まで頑張ってまいりますことを誓い申し上げます。ありがとうございました。